リン酸と糖と塩基が4種類、うん、そしてこの4種類の塩基、圭介くん、はい、そう、うん、アデニンとチミンが1対1で、うん、グアニンとシトシンが1対1ですよね、うん、そう、うん、そこがちょっと重要なポイントになってくるんですけれども、はい、1950年頃にはこのアデニンとチミンが1対1、グアニンとシトシンが1対1っていうことがですね、まあ、分かっていまして、発見者の名前にちなんでシャルガフの経験則というように呼ばれていました。あ、じゃあもう構造さえ分かればもうモデルが分かるってことですよね、うん、まあ、成分分かりましたから次は構造ということ で、はい、でその構造を解明するのに大いに役立ったのが実はこの写真なんですけれども。何ですかこれ、写真みたいな怖いな。これはですね、DNA に X 線を当てて撮った写真なんです。レントゲンですか。じゃあレントゲンは見たままが、まあ、影のになって映るんですけど、こちらはですね、まあ、計算していろいろと考えないと、その見たままが出てくるわけじゃないので、ちょっと難しい写真なんですけれども、この写真から DNA が螺旋構造であることやその太さなどが分かりました。じゃあこの写真を撮影した人が先ほどのモデルを作ったってことですよね、うん、いやところがね、そうじゃないんですよ。DNA の、モデルを解明したのはワトソンとクリックという2人の若者だったんですね。じゃあその2人はどんな実験をしたり、うん、どんな研究をしたんですか。いや彼らはですね、まあ、1953年にその DNA のモデルを作ったんですけども、はい、それは当時分かっていたいろいろな科学的な知識を集めて、矛盾なく説明できるように考えて、そしてモデルを作って論文として発表した。実験やってないんです。そのアイデアがやはり他の人たちは同じデータを見ていても、うん、そこまで行きつけなかったわけですから。そこ、ね、から考え出した想像力豊かだったんだね、うん、そう。で彼らの考えたモデルは、まあ、今ではそれが本当であるってことがはっきり分かってるんですけども、その功績でノーベル賞を受賞しました。すごい。